こんにちは。カーテン、カーテン。こんにちは、おはまこ。どうも。カーテン偽装しました。ガンズーさん、おつまこです。こんにちは、まこ。たけりゅうさん、ひるまこ。ごちゃん、おつまこ。あつしさん、こんにちは、まこ。と、あれ、デイクさん、こんにちは、まこ。東京ヘルプミーさん、こんにちは、まこ。のりグラタンさん、おつまこ。かのさん、おはまこです。げんちさん、ハートありがとうございまこ。パープルアイさん、こんにちは。としさん、おはまこ。ゾンビさん、ひるまこ。オレンジカルチさん、こんにちまこ。デイクさん、いいね、ありがとうございまこ。山本ちゃん、おつまこ。ハックマさん、おつまこ。リキさん、おひるまこ。モーリーさん、こんにちまこ。デンデラリュウさん、長崎からこんにちは。ゆしさん、今日は昼やねんぞ。今日は昼配信です。はい、ケリアさん、三色団子ありがとうございまこ。カーテンタイム、ちょっとカーテン閉めました。今起きたの？遅いですね。今日は早めに起きた。こんにちは。山穂さん、ごさん、かわいい、ありがとうございまこ。今日早起きしてない。早起きってことじゃないけど、うん、お昼まで寝なくて偉いって感じ。日曜日は昼配信。そう、日曜日はお昼に配信。でもさ、12時って意外とっていうか、結構配信してる人多かったね。仕事して帰ってきた。お、おつまこ。通知来てもページないから辛い。え、どういうこと？散歩したの？散歩はまだしてない。いや、本当は朝7時とか6時に起きて、朝もう散歩しようかと思ったんですが、あの、さすがに10時とかに起きて、だからちょっとこれから走る散歩。山水さん、ハートありがとうございまこ。今日の1位の人さ、何にしよう。まだここまでしか書いてない。どうしようかな。何の絵にしようかな。何の絵がいいかな。朝ランニングしてきたのか。偉っ、めっちゃ偉いね。リハビリ、昨日定点見て鉄な踊ろうとしたらなんか大変だった。とてもね、無理み。早朝散歩することもある。まこ、あんまない、あんまないから、めっちゃ朝早く起きてお散歩っていうのをやってみたかったんだけど、今日はこれから描く感じ。そうです、今日はね、今描いてる感じです。コーンライス大盛りの絵、いいんですかそれ。天気いいね、今日天気いいですね。早朝に犬の散歩いいな。犬いない。ハートたくさん、ぐっちゃんたくさん、ハートありがとうございまこ。うにちゃん登場。え、またうにちゃんでもいいの。突
撃早朝散歩マカ。うん、どう？車に轢かれないよね。轢かれません。え、怖いこと言わないでね。そう、これから暑くなっていくからね、朝ぐらいに散歩しないと暑くて外出れなくなっちゃう。ウニ必須？さっきまで車磨いてました。しげちゃんみたい。お昼ご飯はなんか昨日たくさん食べたから今日あんまお腹空いてないんだよね。なんかね、ここが痛い。腫れてんのかな。痛いんだよね、なんか怖い。さっきまで掃除してた。えらい。山子も掃除しなきゃ。でもね、昨日の、え、なんか腫れてる。でも目尻はいつも赤くしてるから、あのこっちも同じ赤いんですけど、なんかブクってなってない？左右で違うよね、なんでだろう。怖い。昨日の食事で次の日の昼まで持つとは燃費いいのか。燃費いいんですかね、これ。燃費いいのか。燃費がいいってどういうこと。なんか昨日本当にお腹がいっぱいになって、なんかすごいね、なんか歯磨きしてたんだけど、なんかちょっと眠くなって歯磨きしながら寝ちゃった。目の中にハート丸でした。地震だよ。地震？歯ブラシ喉に刺さらなかった。え、なんか、え、地震？何？起きてないよ。あ、多分充電コードがちょっとこう揺れちゃったのか。うん。そう、家にいる時間多いから食事量少なめでいいのにね。家にいるから運動量少ないのにね、以前よりたくさん食べてる気がしてやばいなっていう。家に食べ物を極力減らそうかなって感じ。地震ありました？え、そうなの？本当に？地震何も感じないけど。全然来てないよ。地震あった？本当に？あら、気づかなかった。初見のカナミンさん、地震あったよって。大丈夫ですかね。ぜひぜひ右のハートおかしいな。こんにちは。三浦、なんて読むんだろう、三浦さん。常夫さん、なんだろう、三浦さん初見、こんにちは。こんにちは。ぜひぜひ右のハートピンクにしてルームフォローお願いします。千葉は地震ない。地震ないから気づかないね。分かんなかった。多分愛知県は揺れてないんじゃないかな。ぜひぜひルームフォローお願いします。初見花さん、はじめまして。はじめまして。ぜひルームフォローしてってください。お願いします。うん、今日のこれ、襟が可愛い服。名古屋揺れてないと思う。あ、そうなんだ。どこが揺れたんだろう。今日は白いワンピース。そうです。
ぜひぜひぜひってオーディションの頃も言ってた口癖なんね。確かに何でもぜひよろしくお願いしますがぜひってすぐ言っちゃうなんでなんだろう、ぜひって言っちゃう。 CD 大好きさん、くまありがとうございまこ、くまありがとう、ぜひまこスターパジャマ、うん、足寒い、課題来ました、来ました。え、なんか国語のやつ見たらさ、うん、なんかすごいめんどくさそうなタイプでちょっとやる気が失せちゃった。てかやってもう進めていいのかも分かんなくて心配なんですけど、分かんない、なんかね思った以上にやる気出ないタイプだった。まあ暇な時にやりたいと思いますふふ。名古屋震度1になってる、そうなの、名古屋震度1、何も揺れてないよ、全然揺れてない。スルーマコ、何が震度1って感じるんだっけ、気づかないんじゃないかな震度1って。暇なが大学生が宿題代わりにやりましょうか、お願いします。なんか国語のやつはなんかなんて言うんだろう、ちょっと私の文章を読む、ずっと読み続けるのが飽きちゃって苦手でできないタイプなんですけど、あのそういうタイプ、なんかこの文章から何々を書き出しなさいみたいなタイプで、1問目はね答えれました。あのこの文章からあの主語をあの書き出してくださいみたいな、めっちゃ紛らわしいんですよ。なんか君はなんとかはく、なんかなんとかを監督かな、雲が流れるのをあの眺める時があるみたいな、で眺めるの主語を探しなさいみたいな、君はかなって合ってんのかなっていう。川島国語好きらしい、じゃあ川島にやってもらおう。国語なんか答えがそこに書いてあるか、簡単、なんか簡単だよね、文章問題っていうのかな。ただね一番難点なのは時短できないのが難点文章を読んでられない、やっぱ本読むの本当に苦手だから文章を読むと飽きてきて、小学生とかの時のテスト、中学生とかの時のなんていうの、国語とかの文章問題はあの文章飛ばし飛ばしで見て答えてたので、あの小学校までは文章全部読まないでも答えるのはあの余裕だったんですけど、中学校行ってからさすがに全部読まないとあのちゃんと答えられないってことに気づいて絶望。朗読できない、朗読はできます。音読、音読はめっちゃあれ、朗読はできないんだ、音読は得意なんだけど、あのね読んでいられないんですよね、飽きちゃうの文章問題飛ばし飛ばしでも答えられる、あの全部一文全部が載ってる長いやつはまあ飛ばしていいと思うんだけど、なんかこの1行この1行この2行から書き出しなさいみたい言われると、あこれ2行全部読まなきゃいけないのかと思って大変なんだよね、飽きちゃう高校まで手抜きして必要なところの前後しか読めなかった、やっぱその方がいいよね。ただほんと1行2行ぐらいの文章は地味に長くて、でも全部読まないと良くないなっていう、はい、めんどくさいですね。漢字が好きなんですよ、漢字は好き、覚えられるしね。栄え人めっちゃ少ない、栄えほんとずっと行ってない、何ヶ月も行ってないな、何ヶ月わかんない、1ヶ月以上は絶対行ってない。お手紙は全部読んでね、書いてないけど、書いてないんかお手紙は読みます、
お手紙はね、なんか読める。あ、15分経過しました。81日連続配信中、イエーイイエーイ、81日連続配信中、イエーイ、ありがとうございまこ。ミックスさん888、ありがとうございまこ。パチ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 、81日連続配信おめまこ、ありがとうございまこ。デイクさんお疲れ、ありがとうございまこ。ショールームのコメントも読める模様、それも読めます。さすがに本がね本当に読めない。なんでなんだろうね、なんでだろう、本が読めない。テロップ今日何にします？え、どうしよう。何にしますか？コメントの漢字も読める、大体は読めますよね。本が本当にってねダジャレになっちゃった、知らぬ間に。本が本当に読めない、苦手意識があるんじゃない。そう言われて結構何度も読もうとね試みた結果、え、何のために読むんだっけってなってやめた妻子。あーやは漢字ドリルやってるし、ああ言ってたかも。向こうもやってる、たまに。なんか読めないとか、あの字読めるんですよ。漫画は読める、読める、面白いから。漫画はね楽しいから読める。本は多分ねつまんないのかもしんない、飽きちゃうんだよね文字多い漫画から始める。あ、そう、漫画もあの文字多いとつまんなくて読んでられなくなっちゃう。そう、あ、でもそう、鬼滅とかって字多いのかな、少ないのかな。あれはでも字少ないの、あれは読めるけど。つまこなんて書こう、テロップ、うんね、最近本当に何しても飽きて全部に飽きちゃうんですよね。あのやばい、ゲームも飽きたし、唯一ショールームは、ショールームって毎日会話だから飽きないんですけど、あの漫画読みたいな、本屋さん行きたいなって思って、本屋さんなくて漫画買いたいなって。何か一つに集中することが今本当にできなくて、だから面白い漫画とかスマホでじゃなくて本で漫画買いたいなって思うんですけど、ネットで買う以外買う手段ないな。電子書籍にしか、電子書籍にしたらあのスマホ見ちゃうから本にして両手で持って読みたい。散歩は集中できてる、散歩も飽きたんですけど、うん、まあ歩くしかないのでね。散歩も飽きちゃって結局最近すぐ帰ってきちゃうんですよね。散歩も飽きた、だから今日、でも今日はちょっと散歩行きたいと思う。走りたい、歩くルート変えてみるとかねえ、変えなきゃ。本屋さんまで散歩、本屋さんどこにあるんだろうな本屋さん探さなきゃ。漫画のレンタル、なんかね今の時期ってなんか怖くない？漫画のレンタルすらいっぱい触れるじゃん、怖いんですよね。
そう、飽き続けることが飽き続ける。レンタル危ないよね、いろんな人が触ってるから。なんかもう掃除することすら飽きたっていうか、飽きたっていうか多分めんどくさくなったのかな。飽きてきて、で食器洗いはまあさすがにするんですけど、ちゃんとして、虚無。そうなん、飽きちゃいなんですよね。その理論なら本屋さんで売ってるのもアウト。確かに在庫とかないの本屋さんって。生きることには飽きないでください。多分今生きてることが飽きてんのかも、多分ね。生きることに飽きているのか、哲学。なんだろう、寝るのは飽きないのか。いやそうだね、寝るのは息してるか、寝るのは息してるんだけどね、何も考えてないから多分飽きないんでしょうけど、ほんとお布団に入るまでの準備も飽きたって、飽きたは嘘だな、ちょっと面倒になる。と暇なのにオールしてしまうみたいな。あるよね、息するのに飽きないで、息すんの飽きれちゃ、飽きちゃい、飽きたに飽きた。秋田県民なんですか。10期生のショールーム見てコメントするしか、なんでそれコメントしたの。悲しい、考え出したらスーパーでの買い物もできなくなる。何も考えないで生きた方がいいよね。でも何も考えてないんだよね別に。甲子園終わった無気力球児かい。甲子園終わると無気力になるんですか。オールに飽きちゃい、楽しいことがして、そうなんだよね。なんだろう、日々そんな楽しかった、日々そう、なんだろう、予定がないって辛いんだなって実感してますね。関心目も飽きない、そもそも関心目私そんなしてないからね。初見のてんちゃん、かわいい、ありがとうございます。ぜひぜひルームフォロー、絶対絶対ルームフォローお願いします。燃え尽き症候群、ああそういうこと、燃え尽き症候群、燃え尽きたぜ。ねえ、ファンの方はおつまこのことしか考えてないもん。嬉しい嬉しい、それは。で私も誰かのファンになればいいのかな、誰か押せばいいかな。続報ぜひ使わなかった、絶対にしてみました。フーアのメガネさん、花束ありがとうございます。ここちゃん監視、まこちゃん待ってるよ。お、待ってるんだ、ここちゃん髪伸びたな。こちゃんの配信も見に行ってないな、多分ね、あれだ。そう、あとなんか暇なはずなのに LINE 返すのもめんどくさいっていう。暇だし何してるか自分でも分かんないんだけど、そう、暇なのにLINE 開くのがちょっとそう見なくなっちゃうんですね。好きなアイドル誰？金子理恵さん。こちゃんに電話？こちゃんに電話？こちゃんに電話も、多分そう、 LINE より電話の方が楽しいかも。 LINE はねつまらん。こちゃんはね、お電話する。 LINE は消そう、 LINE 消したら困っちゃうよ。暇すぎて逆に面倒になる。そう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 、10期生が配信多いから10期生の配信見たら、そしたら監視まこって言われちゃう。カバ兄ちゃん、カバ兄ちゃん、カバ兄ちゃん、
ハバ兄ちゃんハートたくさんありがとうございまこ。そう、暇なのにやることあっても面倒になるんですね。ないんですけどね、やることね。よし、まこぴもおたかつしよう。あつ森は飽きてないわこ。なんか飽きてないんで、まだ全然ね、あつ森のやることは終わってないんですけど、あつ森なんだろう、画面を見るのが疲れちゃうのかな。人と話してないとこういうことになるのが。そうなんだよ、10期生監視マコも。なんか監視マコ怖いって思われるからやめる。それはしてない、さすがに。ご飯作るのも疲れちゃいね。いつもこパイセンの監視マコ、そんなの怖い。生徒さんに電話して時間つぶし、そう、割とそう、本当に夜中ぐらいしか電話しない。でも、なんかめっちゃみんな違う子の話するじゃんかって。なやん今日早朝から配信してた、えらい。なやんさんが朝配信なんだ。9期生しかありがとう。監視マコキャラを作っていこう。そうだね、監視マコするのでみんな監視してるよ。初見のニッスイさん大好きです、ありがとう。絶対ルームフォローしてね、お願いします。姉妹で電話できるのいいですかね。夜中配信、夜中配信、夜中私年齢的に配信できないんですよ。ギクおつまこおこ、結局ゴロ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 ね、いいゴロゴロ方法ないですかね。おつまこさんしか知らないので。本当かな。そうだね、そうだね、そうだね。誰かウニの動画作ってくれないかな。ねえ、チュールの動画作ってくれてる人いた。チュールメーカーみたいなやつで、ありがとうございます。チュールチュールちゃうチュール、チュールチュールちゃうチュール。な、一周回ってすごい規則正しい生活しようかな。なんかもう何時間刻みで自分の生活決めてみるとか。ちょっとやってみたくなってきちゃった、来ちゃった。なんか新しいこと考えるのは楽しいよね。うん、あ、今日の1位の方のやつ、まだね、絵の部分が入ってない。ウニの絵描くか。結構いい感じにウニの絵ができてきた。できた。できたよ。今日の絵は何だろうな。今日はウニ。だってこの前はウニ描いたのに、またウニ描いちゃった。ウニの絵ってすごい描きたくなっちゃうよね。なんでなんだろう、すごい描きたくなる。8時2分起床、8時4分お布団出して、8時5分あくび、8時6分お水を飲むみたいなやつ。そう、ちょっと考えてみたくなっちゃった。ウニには飽きないもよ。ウニ描くのは飽きてきたけど、うん、飽きてないよ。ウニは必須必須。ウニさんの絵描き歌欲しい。なんだろうこれ、ちょっと折れた耳描いて、線入れて、輪郭ブクって描いて、好きなように変な目を描いて、で鼻は目の近くのこの辺にこう描いて、口をギューって描いて、ひげちょんちょんってして、8割みたいなやつをちょっと描く。8割じゃないな、なんだろうこれ、8割かな、8割っぽいのを描く。
それは書き方、確かに絵描き歌じゃないね。なんだろう、なんだろう、絵描き歌。山を描いて、なんだろう、山描いて、川に山、湖に山が映って、もう一個山描いて、一本線描いて、おせんべい作って、チョコチップ描いて、ピッピッ。わかんな、わかんない。うん、まんまやん。書けないよな、その歌で書ける自信ない。ダメだ。書けないですか、みんな。山宝三号さん、ハートたくさんありがとうございます。山描いて、お目目に目玉、ドラえもん風。あのウニの目結構ねコロコロ変えるんだよね。諦めまこ、作詞作曲まこ、無理でした。それは絵描き歌なのか、絵描き歌じゃなかったですね。なんだっけ、何しようとしたの、あ、あれだ、そう、一日を決めてみようみたいな、一日の構成を考えてみましょう。よいしょ、なんか感じのノートを使ってね、書いてみるか。左利きってリングノートめっちゃ嫌いなんですよね。左側の紙しか使いたくないっていう。はい、朝起きてカーテン、そう、みんなちょっとどうしようかな、一周回って早寝早起き生活を頑張りたいと思うんですけど、でもショールームする時間は夜やるときは17時から20時の間で、もう19時か、朝配信するなら7時からかなっていうね。どうしようかな、どうしよう、毎日朝配信しようかな。うん、どうしようかな。リングが柔らかいのとありすごいね。朝起きれなくて挫折から始まります。朝はね起きれるんですよ、頑張れば。それを継続するのは本当に難しい。朝配信毎日しようかなって感じ。学校が始まった時は想定、始まんないよ学校。どうしよう。朝配信をする場合は毎日朝配信して夜めっちゃ早く寝るっていう生活を考えると、朝配信いいよね。朝配信するなら私は6時か6時ちょい前に起きます。じゃあ6時半にしようか、あ違う、6時じゃない、5時半。早すぎ。うん、やっぱ6時で早起き。あ、じゃあ朝配信は7時からやるじゃないですか。で7時からやる場合は、まあ、1時間前ぐらいに起きないとやばいのね。はい、朝から散歩まこ、今日本当は7時とか6時に起きる予定でした。まあ無理でしたが準備あるか。そう、エゴさんみたいに朝からポッキー食べまくりない。ポッキー食べるんですか、エゴさんって。かわいい、かわいい。じゃあ5時起床、早っ。じゃあ6時起床にしますか。おつまこの一日を考えてみましょう。おつまこの、あ、つか、ちが、つがちっちゃくなっちゃった。おつまこの、なんか、なんか嫌だからちょっと丁寧に書き直そう。丁寧にちょっと書
きますからね。おつまこの一日、はい、つまこの一日目、一日を決め、シロップ変えるか、つまこの一日を考えよう。書いたところで満足してしまう未来が見えた。確かに。朝起きて顔建築。そう、朝起きて顔建築します。で、朝配信するときは私大体朝ごはんは配信、あ、朝飯前って感じですね、配信。そう、朝ごはん食べる前に配信をしてます。スケジュール埋めて満足の子。だからね、生活改善リハビリ配信、朝はもう本当に時間がないから急いでショールームする準備をして、ショールームして8時に終わってからご飯を食べるか二度寝をするかなんですけど、まあ、朝ごはん食べて散歩に行くっていうのにしたいと思います。リアル朝飯前、本当に朝飯前ですよ、ショールームは。朝飯前の意味違う？メイク時間は決め、1時間以内で全部顔も髪の毛もやるって感じですね。つまこさん生きるな、生きてないよ、じゃあ起きるのは6時ですね。あれ6時だよね、6時、6時起床、起床って書けるか。床ってさ、これの中で土だっけ木だっけ、あ、木だ、起床、ありがとう。6時起床。アラームのかけ方は、あの5時55分、6時6時5分、6時10分、6時15分、6時20分、6時30分、6時40分、6時50分、6時55分っていう風にアラームをつけてます。予報気象をかけながらかけます。気圧じゃないね、圧は違うじゃん。念仏細かい、多いな。そう、起きたい時間の5分前にアラームつけて、で起きたい時間もつけて、で起きたい時間の5分後と5分後につけて、15分ぐらいまでは5分ごとにつけて、で20分30分40分50分っていうのは、あの配信する時間があと何十分って迫ってきてるのを分かるようにするために、いつもね、出かける時間までずっと10分おきにアラームつけてる。その都度止めます。スヌーズなしです。うん、これは本当、マジで本当に、本当に出かけるまでひたすらずっと10分ごとにアラームが鳴ります、私は。あら、ママにいつも怒られる。でも本当そうしないと、なんか準備がダラダラしすぎちゃって危機感なくて、なんだろう、結局時間までなくな、時間なくなっちゃうっていうことが起きるので、遅刻しちゃわないようにいつも10分ごとにやってるのと、あの55分はつけます。配信が始まるまであと5分ですってことで、55分にいつもつけてます、つけてます。6時起床。あのさ、顔を洗うとかそういうのも書く？それはでも本当に私、布団から出たら顔を洗うから、書かなくても絶対習慣だから、そう、 目が開かなくなっちゃうから。身支度でいいんじゃない？だよね、身支度でいいよね。6時起床、身支度。身支度。やばい、身支度って漢字間違えた。
やばい、やらかした。身支度の字ってさ、支えるなのに仕事の字って書いちゃった。いや、やばいですね。丁寧に書きたかった。もう一回書き直します。なんでだろう、ちょっと綺麗な字で、ちゃんと書き直します。6時起床。なんで、やばい、漢字忘れてきてる。私バカキャラじゃないのに。み、支度の宅は分かってたんですよね。字が盲点でした。盲点って落とし穴でした。消しゴムで消したらいいや。ボールペンです。宅って旅っていうか何度の度で。身支度、そして7時ショールーム配信。妻子の一日を配信。今度はちゃんと配信って書けました。感じでまだ高1だからしゃなしまこ。ほんとよしさん、ハートたくさんありがとうございまこ。やまんほう3号さんもハートたくさんありがとうございまこ。モーリーさんでくさんさん食団子ありがとうございまこ。いや、たくさんギフト来てた、ありがとう。ぐっちゃん音符ありがとうございまこ。まこさんハートありがとうございまこ。ふうわのめがねさん謎の風呂敷ありがとうございまこ。嫌だけど教材やる時間もいるよ。確かに、ありがとう。6時半正座待機。私はね、いつもね6時50分ぐらいか6時55分ぐらいに正座待機してます。正座ではないけど。はい、そして、8時配信終了。8時に配信を終了。終了合ってるかな。あぐら待機。7時58分撮って出し写真が。さすがにそれは、うん、終了。スマホの一日。今ここまでやってきてます。ちっちゃい睡眠待機。正座してるの想像したシュールも。55分とかにこう電気のコンセントと、あのそう、5分前ぐらいにスマホをセットしといてる。あ、みんな正座待機してくれてるの、ありがとう。ぐっちゃんだるま音符ありがとうございまこ。かわいい文字まこ。でどうしよう。こっから次8時にショールームが終了しました。そしたらどうする、その後どうしよう。二度寝、いや、よくないよね。二度寝したら夜眠れなくなっちゃうから、そう、早寝すればここで二度寝するということがなくなりますね。7時ぐらいに夜寝れば多分いいんじゃない。寝る。二度寝みんな推奨するじゃん。よしさんだるまありがとうございまこ。ご飯作りも、あ、そうだ、ご飯食べなきゃ。朝はヨーグルトを食べましょう。ヨーグルト食べて、なんかね、朝か昼のどっちかはお米食べた方がいいらしいよ。じゃ朝8時にヨーグルトとなんか野菜とお米食べたらいいか。まあいいや、朝ごはんって書けばいいね。8時終了。何分でご飯、8時に終了して、あ、でメールを送んないと。おはまこメールを送りましょう。機材撤収反省会。8時に終了して、モバメを送りましょう。おはまこメールをね、はい、終了して、何分かな、まあ、5分ぐらいかな、わかんない。ハンマコメールって朝送ってるさ。朝送ってるよ。メール送ってから朝ごはんですね。メールも朝飯前ですね。
はい、ブログが当日確認。おお、おはまこメール、おはまこメールを送る、メールを送る、よかった、送るは書けた、送る、朝飯前言いたいだけ、白湯を飲んでヨガ、ブログが当日か確認、ブログがブログの日確認でいいか、ブログの日確認、確認、あ、書けた書けた、確認も書けた、9時モバメの配信を監視目、あ、確かに朝モバメの配信確認でいくの、私結構気づいた時に確認、なんていうの、気づいた時にメールの返信見てるという感じなんですけど、暇な時に見るって感じなんですけど、多分忙しくなったら朝のルーティンに取り入れるのは難しいかも、電車乗ってる時とかに見たりとかとね、移動中見たりとか寝る前に見たりとかっていう感じですが、今は暇だから、この今この自粛期間中のルーティンをちょっと考えましょう。そう、ブログの日を確認で、モバメの返信、ご飯どうしようかな、何時に入れよう、ふうわのめがねさん、よしさん、三色団子ありがとうございます、おはまこメールの返信何時までに送るとその日に届く、ね、6時までだと思いますが、一応念のため5時までに返信した方がいいかな、6時に一斉に私に返信が届きます、うん、電車乗れるんだ、乗れますよ、新幹線も乗れるよ、ご飯食べながらもね、できるよね、でも時間をゆっくり全部なんて言うんだろう、ご飯を食べながらするのはアニメとかテレビを見ること以外では、ご飯を食べながら何かするってことはしないようにしたいと思います、そう、ご飯食べながらスマホいじるとかはしない、ご飯食べながらなんだろう、スマホ以外ないか、ご飯食べながらテレビを見るは OK、 見ながら食べるは OK なんですけど、アニメとかね OK なんだけど、スマホをこう片手にこう食べるのはなしにしたいと思います、そうしましょう、だからじゃあ先にモバメの返信確認するか、うん、ご飯た、うん、どっちにしよう、モバメの返信をね見るタイミングをなんだろう決めたことないからな、丁寧まこと丁寧、そう、今この暇な期間時間はたっぷりあるので、一つ一つに集中っていうか、集中ではないけど YouTube 流しながらご飯をやる、それはね OK、 動画見ながらとかは OK スマホ食べながらご飯見る大丈夫か、モバメ返信見るなら結構見てます、全部朝飯前だね、多分ね、でも朝ショールームはね結構めちゃくちゃお腹空いてると思うんですよ、だからご飯を先に食べてモバメの編集を見てから、ちょっとお腹落ち着かせてから散歩っていう風にしたいと思います、先にご飯にしたいと思います、おはまこメールとブログの、日確認とかしてたら多分8時半になってると思うので、8時、あ、これ8時、これ点、これ何でもこう字にしたんだろう、これ字じゃなくて点々にすれば何分刻みにできた、まあいいや、8時30って書いておこう、8時30ブログの比較に、あ、間違えた、まあいいや、ここだな、8時半朝ごはん、朝ごはんの準備、朝ショールームが朝ショールームに聞こえた、やば、それやばいね、4回目の書き直しじゃなかった、もう諦めました、
ご飯先ですね。朝ごご飯、うん、朝ごはんの準備して食べる。朝ごはん食べて、多分9時になってると思うんです。9時00分、9時になって、朝ごはん食べ終わっ、朝の準備、朝ごはんの準備して、朝ごはん食べたら多分30分経つので、で朝ごはん食べたら、モバメの編集を見よう。モバメの変身監視マコ変身を監視、私監視はかけるんですよね、よく見てるからかな。監視監視マコ、はい、合ってるでしょ。朝配信が朝青龍との稽古配信なのくさ監視は悔しい、監視のプロだから監視って感じは書けるんですよ。はい、やっぱね、伊達に監視してないんでね、監視を書ける、監視ちょっとダジャレ入ってるうん、合ってる、よかった。監視怖い、今日ウニアバターすごいね、たくさん、あ、ぜひウニアバ来てね。持ってきたわ、こ伊達に感謝してない名言。ママが最近ウニとイクラのご飯の、あ、消えちゃった、ウニとイクラのご飯に酵素を混ぜてるらしい。そう、ママね、酵素買ったんですよ。うちの猫たちはあの、ウニちゃんはすごい便秘なんですけどイクラパイセンその逆なので、あのウニちゃんあんなに食べてるのにそんなにトイレに行かないんですよね、うちの猫。だからそんな不健康な猫たちを治すためにママがあのウニとイクラのご飯にあの酵素を、なんか猫に食べさせてもいい酵素みたいなのをあの入れてるらしいです。健康志向、酵素はどう体にいいのね、わかんない、いいのかよくわかんないけど、騙されてるのかなママなんかね、酵素なんかでも調べて酵素をね買ってたよ前。私も酵素飲んだ方がいいのかな、わかんない、酵素ってなんの、まずそう、え、高速な、何高速、酵素でしょね、高そう、まあ、いくらとウニに、はい、まあいいや、9時にモバメの変身を監視マコしたら何分かかるかな、監視マコ結構すぐ終わると思う、まあ、10分くらい、10分もかかんないんだけど、まあ、10分ってことで、で、9時10分に、9時10分見終わる、見終わっておつま酵素生活、ブル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 、アイアイブルベリーアイ、あ、そう、洗濯なりそう、あ、お洗濯だ、お洗濯、あ、でお洗濯、私でもあれなんだよね、結構、あー忘れてた、身支度し終わった段階でショールーム始める前とかにあのつけとくんですよ、洗濯を。そう、洗濯って長いからね、待つ時間が超長いんですよ、待ってる間、あー、お洗濯朝するタイプ、朝にします、朝じゃないと乾かなくない、書き直し、あー、どうしよう、そうだな、まあ、身支度の中に含むか、そうです、身支度、洗濯セット、お洗濯ね、え、洗濯夜して朝干すスタイル、夜洗濯して夜干さないと洗濯機の中臭くなっちゃう、ママにめっちゃ怒られる、そういうお洗濯セット、
こんな感じ。洗濯セットで、まあ1時間か。洗濯って確か30分くらいでできるよね。やっちまった、まだ9時。そう、まだ9時なんですよ。ただめっちゃ早く寝ようと思います。早く夜に洗濯機回して寝るの？お洗濯7時間ぐらいするってこと？ねえ、細かすぎるわ。こうそろそろ昼寝たよ。そんなでも朝ごはん食べてるから寝ちゃいけない。でお洗濯を干す。9時10分お洗濯を、お洗濯を干す。お洗濯のタクって感じ、バランス難しいよね。お洗濯を、干す。そして、干し終えて、食器はでもだって夜とかに洗うでしょ。どうしようかな。何する？この後あれば買い、確かに買い物も行かないとだし、お洗濯じゃない、お散歩する準備。洗濯して17時間睡眠。稽古好きやな。課題は細かすぎると1個予定ミスると全部予定くる。大丈夫、時間はそこまで気にしてない。私服選び、そんな毎日お散歩ね。同じような服着てる。毎日散歩スタイルは一緒。あの、私は自分はスティーブ・ジョブズみたいなレベルで、あの服を選ぶ時間はないと考えて、毎日同じ服ではないけど、 T シャツとかは違うけど、まあスティーブ・ジョブズ理論ってことで、靴も一緒、ズボンも一緒、 T シャツは買えるっていう、はい、スティーブ・ジョブズの子ですねそうです、はい。無駄はないんですよ予定がなく一人で散歩するなら同じ服でもいいかなと思って、ジーンズにタートルネック、そうそう、ジーンズに長 T ですね、はい、スティーブマコですねはい、なので同じ服ですね。ぐっちゃんだるまありがとうございます。スティーブ・ジョブズ理論をね体現する大橋マコ15歳、ウケるそう、シンプルなので、まあ本当にお散歩行く準備はね、多分3分で終わります。いや1分で終わる、いや2分で終わります。あの買い物行く時はもうなんか、あのショルダーバッグにお財布とあのエコバッグのこうちっちゃくされたやつを詰めて、鍵持って、マスクして、あの服、まあ、変えて靴履いて行ってきますって感じ。あとイヤホン持って秒ですね。スーパーに行くときはそれで、あのちょっと散歩っていうときはもう手ぶらで行きたいと思います。無駄にあのコンビニに入って買っちゃうとか、そういうのを防ぐために、ただの散歩はただの散歩、買い物に行くときは買い物に行くで分けたいと思います。散歩のついでに買い物はあの良くない。散歩して帰ってきてから買い物にしないと、あのだらだらなんか買ってしまうのでやめましょう。時間持て余してるんじゃなかったっけ。そうだね、時間持て余してるんだけど、服を選ぶ時間はない選ぶほど服持ってないんですね。はい、初見のピエンマルさん、わなんだ、団子持った猫めっちゃおるぞ。そうなんです、私のニアバターぜひぜひ使ってください。ルームフォロー絶対してください、お願いします。ピエンなんだ、アバターかわいい。ピエンかわいい、ひもちぎれるのか。昨日早速あの紐がちぎれたショルダーバッグを改良したやつで、買い物行きました。うん、よかった、いい感じ。なんかチェーンだったやつ痛かったんですよ、重たいし。だけどなんかね、普通のショルダーの紐はなんか軽くて柔らかくてよかった。ついでって魔法の言葉よ。丁寧なので、あのついではやめたいと思います。
はい、待たなきゃいけないとか、お洗濯のスイッチは先にやっとくべきなんですけど。スティーブの散歩は何時頃がベストなの？10時、11時、13時。私はだいたいよく13時から始めちゃうけど、早起き計画ってことで10時か11時にはお散歩、10時かな、10時にはお散歩したいと。お洗濯は多分15分もかかんないで終わります、干すの。だからまあいいや、9時半お散歩。早くない？お散歩行くの。そんな早くていいのかな。先にあつ森の習慣のあつ森をやるべきかな。どうしよう、あつ森でのルーティーン先に終わらせとく。どうしようかな、どうしよう。いやでも早めに散歩はやっぱ行くべきですよね。昼間明るい時間に外出とかないと。ゲームでいいです。あつ森の、化石を掘ってお金のなる木植えてっていう作業を毎日しないといけないんですよ。どうしよう、やることやってからゲーム。そうゲームは別にやること決まってるんですけど、いや散歩してからにします。うん、嫌なこと先にスマホが予定が、いや散歩なんですよね散歩は好きなことなんです。あとなんかやることあったっけ、家事とかって。お掃除やるべき。お掃除してからお散歩の方が良かったかな。いやまあいいや、お散歩し、いやどうしよう、お掃除先かな、お散歩より。ねえ、嫌なことは全部ゴミ箱に捨てちゃい、なんだっけこれ、お邪魔女ドレミの曲じゃん。なんだっけ、嫌なことは全部ゴミ箱に捨てちゃえみたいな。チェレ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 。正解ですよ、よく知ってる、知ってますよ。お邪魔女ドレミ大好き、かわいい。あ、嫌な宿題だ、そう、嫌な宿題は全部ゴミ箱に捨てちゃえみたいな、忘れちゃった。ダダ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 ピリカピララみたいな、かわいいよねこれ。また作詞作曲して、私の曲じゃないんだってば、私の曲じゃないんだってば。掃除終わってから散歩の方がいいですよね。じゃあやっぱ先にお掃除タイムにしたいと思います。食器は夜に多分洗うと思うから、食器タイム朝には作りません。7時半、お掃除タイム。掃除は毎日場所決めてた、あ確かに毎日場所を決めるか、確かに。クイックルワイパーとかね、トイレ掃除とか、なんだろう。お掃除、でもお掃除そんなするほど汚れてもないんですけど、今ちょっと荒れてますけど部屋。いやめっちゃ荒れてるな部屋今すごい部屋荒れてる。引き出しが開いてるうん、家事が渋滞中。今荒れてますね、見せて、見せられません。やらなきゃいけないことあったね。まさかゴミ屋敷ちゃんとゴミ出ししてますか、大丈夫。荒れてるまこけ、ちょっとお布団をちゃんと毎日ね、起きたら、私割と起きたらすぐお洗濯を、お洗濯じゃない、お布団を直す派なんですけど、その習慣がちょっとなくなりかけてしまうので、ちゃんと
お布団をきれいに畳む、畳む、敷く。家事ティッシュ、君に渋滞中。あ、ベッドじゃないんだ、もうベッドです。ベッドなんですけど、ベッドの上の布団です。布団敷きっぱなし、布団はなくなりました。前は起きたらすぐ布団畳んで、敷布団畳んでたんですけど、あの敷布団なくなりましたので。お風呂掃除苦手も、え、そうなの？私はあのすぐ終わるからいいと思う。毎回お風呂入る直前にお風呂掃除してお湯入れるのが決まりです。布団はなくなりましたので捨てたので。え、違う違う、ベッドと壁の間に挟んでる布団。よくキッチン掃除する。キッチンは食器洗いの時に掃除します。床で寝てる？寝てないよ。なんかみんなちょっと違うんだよ、ちょっと違うんだよ。あの前ママがベッドで寝てて、まこが下で布団敷いて寝てたんですけど、その布団はベッドと壁の間に挟んでしまってて、で今ベッドに寝てるって感じなんですよ。え、わかるかな。藁で寝てないですよ。それは断捨離してなかった。そう、粗大ゴミとかめんどくさいのでやめました。次の工程行こう。そうですね、お掃除、お掃除だ。そう、お掃除をどこ掃除するかっていう、掃除、布団きれいに畳むとか。そんな掃除するとこないけど、毎日ってね全然進まないね。ほんと一日考えるのって楽しいですね。実行するかは別として、でも実行したいと思います。今回はちゃんとクイックルワイパー、やっぱクイックルワイパー、クイックルワイパー。まだ10時前の予定、そう10時前なのにこんなねテキパキ動けるかって感じなんですけど、テスト勉強の計画だけ立てて満足するタイプ。テスト勉強は本当無計画ですよ私は。ね、え、クイックルワイパー毎日かけたらクイックルワイパーのワイパー部分の消費量が半端なくなって、めっちゃ買わなくちゃいけなくなっちゃう。2日に1回にしようみたいな。週1なんですよクイックルワイパーは。週2か、週1。どうしよう、週1でいいかな。節約まこ、そう節約まこ。山穂さん、ごさん、だるまありがとうございます。ゴミ出しもしなきゃまこ。ゴミ出しは週1か週2じゃない、だからゴミ出しのタイミングでお掃除します。雑巾がけにしたらあり。うん、フローリング、うん、ストレッチはしないの。ストレッチはお風呂上がり。100均で買えるの？あーどうしようかな。まあいいや、とりあえずお掃除ってことで。あーでもなー、ちゃんと何を掃除するかとか、あれだな、この下のカーペットがめっちゃすぐずれるから毎日ずれてるの直す。うん、あとは筋トレ入れる。筋トレもお風呂上がりとかですね、寝る前。ボサボサになってきた髪の毛が。予定が細かすぎる。お掃除、まあいいや、お掃除ってことで、お掃除はお掃除でいきましょう。30分ぐらいでお掃除終わるよね。で10時になります。10時、10時になったら何しますか。お散歩かな、そろそろお散歩かな。お散歩、瞑想はしません。
昼寝はしません。お散歩のついに10時、ついに10時お散歩に行きたいと思います。はい、お散歩めっちゃみんなおやつとかお昼寝とか言うじゃん。はい、ついに待ちに待ったお散歩タイム。お散歩、お散歩でございます。はい、お散歩、お散歩、私3時間とかかな、2時間。1万歩って大体何時間で行けるんだろう。大体ね、3時間、2時間半ぐらいやると1万歩行くかな多分。うん、炊飯ジャーにお米の準備。お米はね冷凍してあるんで。あ、そういえば昨日ね お米炊いた。昨日めっちゃねお米食べたくてお米炊いたんだけど、炊かなきゃよかったって。でも美味しい、お米炊いた。じゃあ帰りは午後1時、そうだね。まあ1万歩、毎日1万歩歩く、1万歩歩く。お散歩1万歩で、13時ぐらいに帰ってくるか。で、あ、で、お散歩じゃ12時に帰ってくるにするか。2時間程度にしとくか。12時に帰ってきてお買い物の準備、お買い物をしに行こう。家に一旦着いてから12時帰宅、帰宅。ようやく午後に入ったね。ようやく午後ようやく午後に入りましたね。ついでにお買い物、違うんですよ、ついでにって言ってお財布を持ってお散歩に行くのは良くないので、お散歩に行くときは財布ゼロで行きたいと思います。はい、家に一旦帰ってからお買い物に行きましょう。帰宅、そして、そして帰宅してから、まあ、12時5分ですね。5分で多分準備できるんで、5分、あーどうしよう、うん、まあいいか。12時5分、スーパーに、スーパーに買い出し、買い出し、はい、チャリで買い物、いや買い物も歩きですね。歩きです。急いでるお買い物とか配信の時間が迫ってる、やばい急いで行かなきゃって時は自転車で行くんですけど、ただそんなことはないと思うので、あの12時5分スーパーにゆっくり買い物に行きましょう。こだわりが強い。休憩時間ない、まこ。あー休憩する。え、でもスーパー行って帰ってきてから休憩の方が良くない？うん、スーパー行ってきて、私なんか休憩するとダメになるタイプっぽい、もしかして。スーパーおつまここ、コンビニでスイーツ購入しないの、私それしまくったらやばい。12時15分スーパーが休みで泣く。スーパー休みなんてことないです。はい、ダンちゃんだるまありがとうございます。スーパーでプリン購入。まあスーパー、スーパー何分ぐらい、まあスーパー1時間ってことにするか。歩いて、歩いて行って悩んで買って歩いて帰ってくる。1時間かかりますねこれは。1時間で。13時帰宅。え、なんかボールペン出ない、出ない出ない、あ巻かれてた。はい、13時帰宅。そう、12時5分に家出たから13時に帰宅ですね。はい、めっちゃハートありがとうございます。
今はスーパーに長居はダメよ。確かに長居はしない。悩んで買うとか違う違う、悩んで買う、あ、じゃあ悩んだね、これ確かに悩ん、悩ん、迷って買う。スタバやマックには寄らないわ、こう、まあ寄らないと思います。財布を忘れる愉快なおつまこ、ぶっちゃんハートありがとうございます。だんちゃんだるまありがとうございます。よしさん黄色だるまありがとうございます。そう、あのね、スーパーこの前レジにあのこのテープ、あのこのコロナの対策のために、あの1メートルか2メートル間隔空けるためにこのテープに沿って並んでくださいっていうのがあって、びっくりした。いい対策これがスーパーおつまこタイム。そうですよ、スーパーおつまこタイムですから。足跡マークついてる店多いね、すごいよね。もうこんな長い、まだ13時なのにここまで来たよ、すごいすごいすごい。寝るのは超早いって考えたいと思います。で、帰宅してからは好きな時間ですよね。どうしよう、帰宅してからモバメか、あれ送っていいのかな、わかんない。でも自粛期間どうなんでしょう。帰宅して部屋着、あ、まスーパーで買って手洗いうがい、帰宅手洗い、これはね当たり前なんですけど、手洗いうがい、買ったものをしまう、あ、間違えた、買ったって置いたって書いて、書いちゃった、買った買ったものをしまう、待って、当たり前だのクラッカー、そうよ、手洗いうがいおつまこ、手洗いうがい、買ったものをしまう、そして、でもそうしてたら多分まあ5分ぐらい経ってるんですね。13時5分になってて、で、そっから休憩タイムですね。そっから、休憩タイムに入りたいと思います。どうしようかな、どうしよう13時5分こっからどうする、休憩何時間、休憩って普通2時間かかんないじゃない。どうしよう、あ、そうだ、お昼ご飯だ、お昼ご飯食べてないね、忘れてました。お昼ご飯を作って食べる忘れてた、お昼ご飯、うん、まあ休憩してからお昼ご飯作るか。13時、15分、間違えた、ここから、休憩、ね、お昼を忘れてた、休憩って漢字間違えちゃった、漢字間違い多いな、先に字って書いちゃった、休憩、休憩して13時15分、休憩してからの13時15分、お昼ご飯を作る、そう15分ぐらい、10分ぐらい休憩、お昼ご飯をね作りましょう。昼ご飯、ね、お昼ご飯は何を作るんだろうね。お昼ご飯おっそ、確かにおっそね、まあ大丈夫、朝ご飯を9時とかに、8時半とかに食べてるから多分ね4時間ぐらいお腹空かない。はい、お昼、あ、コメント溜まってた、お昼を食べたら、お昼ご飯を作るの私時間かかるんですよね、だから多分15分なんかで終わんないと思うんで、まあ、お昼ご飯を作る、食べる、で気づいたら多分2時には、2時になってると思う、2時
45分でお昼ご飯を作って食べるって工程が終わる気がしない。え、終わるかな。わからない。洗い物もしないと。そう、洗い物しないとって、食べたら洗い物してそっからゲームタイムですね。14時、じゃあ14時、食器洗い、食器洗い、食器洗いして、そして、ゲームですよ。ゲーム、そっからゲームですね。食器洗いは10分ぐらいで終わるんで、14時10分、ゲーム、あつ森とかね、つもりしたり SNS を見たり、あとモバメを書いとく、あつ森、まあ、ゲーム、モバメを書いとく、下書きしとくんですね。モバメ下書き、あ、ゴロゴロタイム、そう、ゴロゴロ、ゴロゴロタイム、これはね、多分16時とかになってる、気づいたら。ゲームは1日1時間そんな無理なこと、まあここら辺はイレギュラーなことが起きて OK な時間ですね。あのお菓子はちょっと食べないように頑張る、その時間気をつけよう。お昼ご飯食べた後だから多分お菓子食べないで済みますね。もうここまで来てる、やばくない？14時今早いな。多分16時くらいには なるんだな。イレギュラーあるの？ありますよ。電話かかってくるとかね、宅急便が来るとか、あとその日ブログだったらブログを書くとか、イレギュラー、うん、まあ書いて、うん、あとなんだろう、なんだろうな、ゴロゴロタイム、まあ多分10、あつ森してたら多分3時間ぐらい経ってると思うんだよね。16、あ、でも16時になって、もしかしたら5時ごろに2度目の配信がしたくなるかもしれない。2回配信するかもしれない。あ、そうだな、暇だから配信2回ぐらいしてもいいと思う。そうしよう。ここまでの予定はイレギュラー、ヒゲダンタイム、イレギュラーだけしてるそう、イレギュラーって言いたいだけ。うん、5時は見れません。あ、課題、僕のこと忘れてない？課題、そうだ、多分あつ森してたら4時半にはなってる、多分16時半、16時半ですね。一気に時間が飛びますね。はい、タイムトリップ、イレギュラーを言いたいだけ。はい、いよいよ勉強タイムで、どうしようかな。6時ぐらいからショールームやるべきかな。でもそうすると寝るのが遅くなるかもしれない。え、どうしよう、まあ4時半なんで、モバメ送っていい時間になるか、とりあえずモバメを、モバメはい書いて、勉強もしないとね。勉強タイム、これをやることは多分なかなかなさそうだけど、勉強タイムも入れときますね。勉強、ぐちゃんハートたくさんありがとうございます。多分勉強をやることはなかなかないかもしれないんですけど、まあ書いときましょう。で、6時頃にショールームがしたくなると思うので、
5時半ぐらいからショールームの準備をします。朝にもうメイクしてあるから多分ほとんどしなくていいんですけど、マスクをして出かけてるのでちょっと崩れてるかもしれないから、そういうのをちょっと直す時間が30分以内だから、17時半配信準備で2度目の配信をする。1日2回配信だね。毎日2回配信しましょう。配信の準備を、素晴らしい心がけだな。準備、勉強は多分ね続かないかもしれない。配信の準備、そして18時に配信開始。配信開始。でここでまた1時間やって、夕飯の時間忘れてたな。どうしよう。まあいいか。夜ご飯作っとけばよかった。まあいいか。うん、で19時以内に終わる。まあ配信の時間は1時間やるかやらないかですね。19時、終了。終了になっちゃった。終了で、夜ご飯、モバメを送る。19時、終了。モバメ送る。20時から晩ご飯、7時に晩ご飯食べたい。7時半。そう、20時以降に夕飯ってよくないよね。待って、これじゃ結局夜寝るの遅くない？ちょっともっと早く寝るべきだよね。どうしよう。勉強の時間を割くか。ここ4時半ぐらいに夜ご飯を支度しとけばいいか。の準備をこうしといて、このモバメ4時半のモバメ勉強のあたりに、夕飯の支度を入れておきましょう。ここに夕飯の準備を入れておきます。そして終わったら、モバメ送るが終わってから、夕飯をチンして食べる。完璧で、半までには食べ終わると。集まりの時間が長いわ。勉強時間確保して。勉強割いたらあかんですか？こんな感じで書いて、今7時半まで来ました。もう終わっちゃう、もうメモ終わっちゃうんだけど、どうしよう。半年後もこのやって、いや今この自粛期間が終わったら多分変わる。公演が入ったりとかしたらね、いろいろ変わるからね、ちょっと違うんですけど。ぐっちゃん三色団子ありがとうございます。公演のリハビリがない、確かに。どうしよう。夕飯食べ終わってお腹いっぱいの状態でお風呂入るの好きじゃないから、ここでじゃあリハビリをしたいと思います。リハビリ、7時半リハビリで、20時半とかどうしようかな。まあ好きなだけリハビリをしましょう。そして、ちょっとねページがね終わってしまいました。じゃあこっちが終わっちゃい。左利き身には書きづらい、こっち側に書こうかと思います。
リハビリが違う。好きなだけリハビリしましょう。お腹いっぱいでお風呂は良くない。そうだからリハビリ、お腹いっぱいの状態でリハビリできるもん。夜はお腹いっぱいに食べ過ぎなければ OK。 うん、そう、10時までには寝たい。ただ私の場合長風呂をしすぎて結局寝るのが遅くなるっていうのがありますね。そして20時半、そして20時半お風呂の準備、お風呂の支度をします。お風呂の準備、おしない、おふじなになっちゃった。お風呂ですね、お風呂、しなって書いちゃった。長風呂の、そう、長く湯船に入ってしまうんですよ。20時半お風呂の準備をします。リングノート書きづらい。お風呂の準備、はい。そしてあのお湯をためてる間、お湯ためてる間どうしようかな、まあ、メール送ったりするか。メール、送ったりして、お風呂で何してるの、スマホいじったりしてる。何、くじ姫たんから彼女気取りの電話かかってくる。そんなことないってなんだそれは。はい、結果時間取られるんですよね、お風呂に。だからここからお風呂入るのはタイマーをつけてお風呂に入ろうと思います。ただ前やったことあるのはタイマーをつけたんですけど、タイマーを普通に切ってそのままお風呂に入るのを続行して、気づいたら30分追加していたっていうことがありました。まあ何としてでもアラームをちゃんと守ってお風呂出たいと思いますねそう、そう、ここでココちゃんからたまに電話かかってくるかもしれない、まあ、それを早めに切り抜けてお風呂に入りたいと思います。お風呂は多分2時間近く入ってますね、お風呂。あ、ダメダメだ、10時になっちゃうよ。2時間入ったら1時間でお風呂出ないとね、ちゃんと。お風呂に入るとき私はまずシャンプー、お風呂の準備してる、お風呂のお湯をためてるときにお湯の出はちょっと悪くなるけど、メイクを落とす、メイク落とす、メイク落としてからお風呂にお湯ためてたんですけど、まあいいや、メイク落としちゃって、で、多分お風呂沸くのは多分20時40分ですね。20時40分、そう、シャンプーしてからあの湯船に入ってトリートメントをして洗顔をするっていう感じです。お風呂15分で我慢し、そんな15分程度じゃ湯船に浸かった感ありません。お風呂は1時間半までと頑張りましょう。2時間も使ってたらふやけそう。ふやけますと思うよ、ふやけると思います。でも出られないんです、お風呂からそう、長くても30分、なんかね、一生お風呂から出られない。40分、シャンプー、トリートメント、洗顔のあたりの下りを20分以内に済ませて、15分にして湯船に浸かる時間を40分にしたら、55分でお風呂に出る、お風呂から出られるってこと。はい、お風呂に入る、湯船に浸かるのは40分までにしましょう。お風呂に入る、お風呂に入る方法はまず、シャンプーして湯船には、お風呂には、40分入る。シャンプーを急いで5分ぐらいで終わらすお風呂に基本5分で上がります。5分で何ができるんですか。シャンプーも予定に入れる、あのちゃんとしとかないと。
お風呂に浸かるのが長くなりすぎちゃうので、シャンプー5分湯船にはね40分浸かりましょう。40分までです。うん、トリートメントと洗顔、洗顔でよいしょよいしょ、洗顔で何分だ今、45分かかってるから、トリートメントと洗顔で、8分ぐらいなんですよね、多分8分ぐらいはい、OK、 これでお風呂が、55分以内に出られます。スマホを持って入るのはやめます。いやそれはやめられない。はい、実家の家族と通信しないの、お姉ちゃんとする。でもお姉ちゃんと通信、電話しながら通信すると気づいたら4時間経ってて、気づいたらオールしてるってことになっちゃうので、それはねほどほどにしたいと思います。よ、4時とかのこの4時10分、あ違う2時10分から4時半までのこのあつ森ゲームタイム、このゴロゴロタイムのうちでお姉ちゃんと電話をして通信をしたいと思います。よしよしよし、イレギュラーに入れるの、そうイレギュラーに入れます。そしてお風呂から出たら私多分1時間ぐらいかかるんですよ。お風呂から出たら顔を塗る、塗る、腕とかにも塗る、足も塗る、して、髪を乾かす、髪を乾かす、それでもう1時間かかりますね。お風呂から出たら、20時20時40分にお風呂入って、55分ぐらい、9時35分、もう結構時間かかってるよ。秒で10時までに終わらせないと、頑張って10時までに髪乾かすまで終わらせましょう。はいめっちゃアイス押すじゃん、冬は寒いんでアイス食べないな。ではこの前しましまうまうまば食べた。そうね、頑張って急いで、急いでね髪の毛乾かすまで。カーテン閉めてないよ、カーテンは閉めない、閉めるけど閉めない。うん、どうしよう、なんて書こうかな。あ、スキンケアって書けばいいか、スキンケアで、多分スキンケアにはね15分ぐらいかかるのかな、21時40分そして、髪乾かす、あ歯磨きもね、うん、朝ごはん食べてから歯磨きしてっていうのも入れなきゃ、忘れてた忘れてた、いつもしてるんですけどね、お散歩の前に歯磨きしてる。朝ごはん、もばめ変身を、監視まご、お洗濯を、お掃除、お散歩1万歩、お掃除、歯磨きも入れとこ、歯磨き、朝歯磨きして、昼ごはんを作る、食べる、食器洗い、歯磨き、食器洗いしてから歯磨き、洗濯物取り込んだ、それだ、洗濯物取り込んでないわ、配信の準備ってところに洗濯物取り込むって入れときます。危ない、ありがとう、ちょっとみんなにいろいろ思い出されるね。普通に生活してたら洗濯物取り込むんだけど、こう予定を立ててると取り込むとかっていうことを忘れるね。
取り込む。腕立て伏せ300回はそんなしません。うん。そしてスキンケアして髪の毛を乾かす。長い友で髪の毛を乾かす。こっからはもうね秒で終わりますね。そして多分髪の毛乾かすの多分10分ぐらいで終わるのかな。9時、55分にするか。55分から筋トレをしましょう。少しだけ筋トレ、いつも4分間のやつと、あれ何分なんだろう、なんか8分7分くらいあるやつやってるから多分15分ぐらいかかるかな。15分かかりますね。15分してそして寝ましょう。10時5分に寝る。あ、あと歯磨きですね。歯磨き、じゃあ10時10分って書いておくか。10時10分歯磨き。もうねでも結構これは習慣ですね。筋トレして歯磨きして布団敷いて寝るっていうのが習慣だったかな。でもベッドだからもう布団敷かれてるから歯磨き、あーもうやっと1日が終わる。そして歯磨きはめっちゃ時間かかる。10分以上かかる。15分ぐらいかかる。あとモバメも、お休みのモバメをねここで歯磨きし、ながら書きは良くないか、うん、動画見ながら歯磨きは OK だけどスマホいじりながらは良くないですよね。髪の毛はね乾かすのは暇だから普通にモバメ変身、モバメ書いちゃおう。髪の毛乾かしながらモバメ送る。そして歯磨きし終わって歯磨きは22時、半で20分はさすがにしないな、まあ、20分って書いておこうか。歯磨きに10時20分、布団に入りましょう。歯磨き長ければいいものではない。確かにでもね本当に私磨けてる感じがしなくて、全部の歯を本当にしっかりとツルツルになるまで歯を磨かないと、そう逆に髪乾かしながらスマホ触れるんですが、最初前髪乾かす時とかはスマホ見れないんだけど、後ろ髪とか乾かしてる間は本当に暇だから髪か、そう乾かしながらスマホ触ります。うん。そして歯磨きが終わったら朝のお掃除タイムに食器洗い入れとこ、夜ご飯の食器を洗わないと。歯磨きしてどうしよう。歯磨きしてからお布団に入るんですけど、ここでお布団に入る前にアラームをつけないと寝落ちします。アラーム設定、アラームを設定します。アラーム設定して12時22分、布団にベッドに入る。ベッドに入る。そして、22時25 分刻み、すごい分刻み、おやすみメールを送る。おやすみメールを送って、寝落ちするかもしれないけど多分大丈夫。送る。就寝。いい感じ。初めてちゃんと一日の予定を考えた。具体的に意外と考えてみると一瞬で一日って終わるんだなって思いました。就寝ってどうやって書くの。うん、就寝ありがとう。すっごいコメントが就寝だらけになった。
終身休診だこれは。はい、22時半、10時半に就寝。いい感じ。10時半寝て、6時に起きるからちゃんと8時間睡眠ですね。かけた、かけました。私の1日の予定です。絶対その予定守れない。まあ多少は守れないと思うんですけど、まあ、時間はちょっと変わったりすると思うんですけど、素晴らしい。ぎっしり。明日から実行。そう、明日から実行です。今日はお散歩行って買い物行って、そして早く寝ましょうという感じです。明日どれぐらい予定通りに過ごせるねえ。ちょっと今日めっちゃ急いで早く寝るわ。頑張って今日は早く寝ます。はい、立川をサラリーマンで。じゃあ予定をね、全部読んでいきたいと思います。まず6時起床、6時に起きて、身支度。まず6時に起きて、顔を洗って、その顔を洗って洗面台にいるから、その横に洗濯機があるから洗濯機をそこでセットして、メイクをし始めて、メイク終わって髪の毛やって、ショールームを7時に始めます。そして、8時にショールームが切れます。そしたら終わったらすぐにおはまこメールっていうか、まあ、ショールームありがとうございましたっていうねメールを送ります。そして、ブログが今日なのか確認して、今日じゃないことを確認して、そしておばめの、あ違いました、朝ごはんをまだ8時半に、作って食べます。ヨーグルトを食べます。多分なんか食べて、朝ごはん食べて、そして9時にモバメの返信を、朝ごはん食べ終わって監視まこします。そしてそう、お洗濯がピッピッって鳴るまでの間にこうモバメの返信を監視して、でモバメの返信、そして終わったら洗濯を干します。でお洗濯を干して、お掃除、歯磨き、お掃除をします。昨日の夜の食器を洗ったりとか、朝ごはんと昨日の夜の食器を洗います。そして歯磨きをしてお散歩の準備をして、10時にお散歩に行きます。はい、そして、12時に帰宅します。で帰宅してきたら、お散歩には手ぶらで行くので買い物はできないので、帰ってきてから、買い物に行きます、スーパーに。そして、13時には帰宅します。そして13時帰ってきたらちゃんと手洗いうがいをして、買ったものをしまって、ちょっと買ったものを触ってるから怖いから一応除菌して、そしてやっと休憩です。ちょっとだけ休憩します。はい、10分ぐらい休憩、ちょっとはーって座ってちょっと休憩します。でそしたらお腹が空くので、お昼ご飯を作って食べます。で食べ終わったら多分14時ぐらいになってるので、食器を洗って歯磨きをします。で歯磨きし終わったら、あつ森ゲーム、モバメの下書きを書くとか、ゴロゴロタイムをします。ここで、そして16時半になります。多分2時間ぐらいです。はい、そしたら勉強をしたり、夕飯の準備をしたり、モバメ書いたりします。モバメ送ったりします。16時間モバメ送っていいので、はい、送ります。そしたらちょっと2度目の配信したくなってきたなって思いますよ。そして2度目の配信の準備を5時半から、5時半とか5時40分とかから始めます。多分配信の準備は15分とかで終わると思う。メイク直してとかで配信を6時から開始します。そして7時までには終了で、終了したら、すぐモバメを送ります。そして夕飯を食べます。で食べたら、多分犯人は、公演の練習をしたりします。いろいろリハビリです。押して、そしたらお腹がね
満腹じゃなくなるから、ここで8時半お風呂の準備をします。そしてお風呂の準備してお湯沸かしてる間は暇だから、もばめかいて、あとメイク落としたりして、パジャマとか準備したりとかして、でさお風呂に多分10分ぐらいしたらお風呂沸くのでお風呂に入ります。でもシャンプーは5分で終わらせて、湯船は40分まで使う、あの使っていいのは40分までということなので、40分より早く出たかったらそれで OK で、トリートメントして洗顔して8分くらいしたら、スキンケアをします。そして髪の毛を乾かしながらお豆を送る。これで、9時40分、そして筋トレ15分して、9時55分、そして10時10分になっています。歯磨きをします。そして歯磨き多分10分ぐらいしてます。そしたらアラームを設定してベッドに入って、お休みメールを送って10時半、就寝。パチ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 、終わりました。長い一日が。歯磨きの重要性、歯磨きの主張強いよね。すごい歯磨きしますね。一日のタイムテーブル完成。あーやった、タイムキーパーさん必須。確かに。じゃあ実行できるか分かんないんですけどパチ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 、やりました。ぐっちゃんハートありがとうございます。まこまるさんハートたくさんありがとうございます。ありがとうございます。よしさん、やまほ、さんごさん、ぐっちゃん、三色団子ありがとうございます。デイクさんファイトありがとうございます。ちかこを愛する赤シャツさん、バラありがとうございます。やまほ、さんごさん、チューリップありがとうございます。わーちょっと読み切れないくらいギフトありがとう。気がついたら寝てて夜でしたとか、よくできたね。ちなみにそれ明日からやるの、やります。ちなみに明日からやります。で今日はちょっとそれの短縮版を頑張ってやりたいと思います。配信もうしちゃってるんで、てか2時間ぐらい配信してない、もう早い配信終わったらちょっとお散歩にちょっと行ってきて、でそっから夜ご飯とか食べて、お風呂に入ってってしたいと思います。じゃあ明日朝配信、そう明日は朝配信です。明日月曜日だよね。明日月曜日なので朝配信したいと思います。はい、ぐっちゃん小判ありがとうございます。モーリーさん、風和のメガネさん、三色団子ありがとうございます。それではね、ランキングを読んでいこうかな。はい、今日は明日のために早く寝る、そう今日は明日のためにね早く寝たいと思います。この辺からルーティーンやろうかな。あれ、ここか。お風呂の準備、就寝っていうの、こっからちょっと早く頑張りたいと思います。それではランキング読んでいきたいと思います。いきます。13位斉藤さん、ありがとうございます。12位奥チンさん、ありがとうございます。11位 CD 大好きさん、ありがとうございます。10位甘いハーフムーンさん、ありがとうございます。9位ゾンビさん、ありがとうございます。8位ガンズンさん、ありがとうございます。7位風魔のメガネさん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。そして5位ゲンチャさん、ありがとうございます。そして4位デイクさん、ありがとうございます。そして3位ヤマホーサンゴさん、ありがとうございます。そして2位ヨシさん、ありがとうございます。そして第1位はぐっちゃん、ありがとうございます。あ、書きます、書きます。よし、書きたいと思います。今日も1位の方を。はい、一応さんつけた。今日の1位はぐっちゃん、ありがとうございます。日帰り1位は、そうね、確かに今のところまだ一度もかぶってないね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。さんこさん黄金の左手とは。パチ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 、
ありがとうございまこ。配信ありまこ、楽しかった、ありがとう。今日は見れなかった、また明日見る、ぜひ明日見てください。明日ね、ちょっとね、このルーティーンが確定したら、配信は1日2回ということになります。なんと、朝の7時と夜の8時から2回配信になります。おお、素晴らしい。明日の朝待ってね、待っててください。これのリハビリするんやでします。いやー、ちゃんと予定立てたからできるように頑張りたいと思います。ちゃんとね、なんかでも現実味のあるルーティーンだからね。お勉強とかは現実味ないけど、それ以外は結構あるのでいい感じということで。だって実際やってたことが結構ある。このお風呂以降はね、本当に実際やってたかな。うん、公演してた時期とかでも実際夜遅くにこれをやってました。多分これね、お風呂の準備が多分10時ぐらいで、帰宅が10時とかにして、これがもうこうで就寝1時とかでしたかね。昔公演のあった時期はそんな感じ。そう、今までは多分ここまで寝て、こっから先公演してって感じのルーティンでした、今まではね。はい、では最後まで見に来てくれてありがとうございまこでした。バイバーイ、おつまこ。そう、配信2回あればこのルーティンちゃんとやってるってことですね。おつまこ、また見に来てね。あ、あとスクショします、忘れてたわ。撮って出し写真を撮りたいと思うので、ウニアバターを着ておつまこってたくさんコメントしてください。お願いします。おつまこ、おつまこ、おつまこです。バイバイ、ありがとうございまこでした。最後まで見てくれてありがとう。明日朝7時に配信したいなって思うので、ぜひぜひ見に来てください。バイバイ、おつまこ、おつまこでした。